この子が可愛いと思う。はい、15度、全部一緒だね。15度。それちょっと入れるの難しいかな。ちょっとウィールはできるよ。マジ？たまにある。本当だね。ごめんね、私がやったのかも。よし、ちょっと7時までよ。7時のってことでもない。あ、思ってたより小さかったね。ちょっと映ってるか見てね。こういう感じでここにこれを置けばいいんじゃないの。上までわかんない。でも急がないでゆっくりね、うん、まずこれちょっと私これ変えないといけない。可愛いよねこの色。結局あれが小さくて買いに行きました。これとこれ。そしてついよし、また1個買っちゃった。よし帰ろう。
はい、ケーキが来ました。うん、ミルフィーユ、抹茶のミルフィーユだね。そう、抹茶マロン。マロンが入ってます。ダクコラ、ジャスマン、ココン、ショコラ、なんとかなんとか。チョコレートケーキってこと？ん？チョコレートケーキってこと？そう、チョコレート、ジャスマン、大体。あ、取るんだ、それ。ん？こんにちは。中は、こっちもやっぱり。超難しいです。綺麗に食べる。いいのいいの。美味しそうよ。美味しい。なるほど。最後はちょっとジャスマンの味が来る。最初はショコラ、ショコラ強いやっぱり。見た目すごい汚くてごめんなさい。抹茶が濃い。美味しい。私たち前買ったとこなんていうとこだったっけ？なんでラポスト？本当だ、面白い、かわいいな。大丈夫やわ。あ、ここかな？同じだ。風強い、じゃあフラゴナール頼んでいいか、やってそうに見えるけど空いてんね。やっぱ金曜日、金曜日、木曜日、今日じゃあ入りましょう。なんか面白いね。報告します。本当だ、だんだんね、うん、はい、行きましょう。ブリブリします。混ぜると違うのかな。多分これにしたら楽しいのね。何がどう違うか分からん。混ぜるから嬉しい、ついに買いました。初めのサパン、うん、私が夢に見てたサパン、うん、いい匂いするかな。なんか説明全然聞いてなかった、ごめんね。じゃーん、ちょっと切らない、難しいんだね。どうするけど、難しい。お、大きいね、小さいって言ってたけど、これで100で120とかじゃなかった？そうそうそう、一番小さいじゃないの、どうじゃん。一番小さい。マシマシ。はい。お、あとまあ、つくと消えるのやっぱ。
下水か。つけてください。つけるの？バチって言う？また気にしない。さっきよりいいかもね。まあ、うちの良かったところは場所があるから動かせるところだね。もう少し右の方がいいかも。右わかる、こっちこっち。あ、そうそう、の方が良くないだろうね。ちょっと曲がるの気になる、その前に。かわいいこれ。うん、どんな感じだよね。買ってしまいそう。あ、あのドーナツにしようかな。だって去年もなかった。これどれだよ。ん？ん？タペのデコアスだ。かわいいね。っていうのは何？あ、スプーン。あ、いいな、スラテ。私はジンジャーブレッドラテ。
クリスマスツリーの飾りを飾ります。まず最初に昔ケーテ・ウォルフェルト買ったやつ。これいいお値段なんだけど、でも本当に可愛いよね。2021年にコルマルで買ったやつだよね。で、これもまた同じとこで買ったやつ。これは昔オーベルデンで買ったやつだ。これはベルリンで買ったんだ。これベルリンの、うん、あの室内のところで買ったの確か。結構重たいんだよね。そうですね。これちょっと忘れてた。アルダスね。そう、アルダス。私ほとんどアルダスでしか買わないからさ。これでしょ。これもこの間コルマールで買ったやつ。ストラスブールで買ったやつ、うん、かわいい、ね、かわいい。これすごいかわいい。これお母さんにもあげたんだよね。あ、これこの間コルマールで買って、でこのカップルもこれはオベルネで買ったけど同じお店だ。ここの3つ、ちょっとジャランドの2人がちょっと美味しいですけど、この間ストラスブールで買ったやつ、ちょっとこれない。これなんか紐なんかね。これコルマールで買ったの。クーグルフ持った女の子。かわいいよね、この子。鈴付きのサンタさん。かわいい。はい、じゃあできました。
はい、じゃあいただきましょうか。うん、このシュトーレンは私が11月にストラスブルにいた時に買ってきたやつ。美味しそうですね。じゃあ、うん、食べてみよう。いただきます。うん、普通のシュトーレンだと思うけど、うん、なんか中にマジパンが入ってて、この緑色のやつなんだろうね、見える。フリコンフェじゃない？この黄色いさ、オレンジみたいなやつあるじゃん、見える。それはフリコンフェ。これフリコンフェなんだ。そうそうそう。いただきます。いろいろ入ってるね。いろいろね。お店によってちょっとずつ違うの面白いよね。面白い。甘くないね、これ。うん、あんまりね、大人な味。おいしい。今日のセットはフィンランドのお皿で、うん、これがいったらで、おいしいね。おいしい。え、もう食べたの？お腹空いてた。私たちさ、オーストリアにこれから、これからっていうか12月の中旬ぐらいになったら行く予定なんだよね。うん、そうそう。そこでもシュトーレンとかあるといいけど。でもオーストリアってどうだろうね、お菓子。なんかあのビエノワズリーってさ、あのマリー・アントワネットはオーストリアの人でしょ、あの人。はい。あの人ウィーンの人かどうかわかんないけど、あの人がああいうの全部持ってきたんだよね。そう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 。ビエノワズ、ビエノ。あ、じゃあやっぱりさ、そうそう、あそこから。ビエヌってことはウィーンってこと？そうそうそう。ってことはウィーンの人かしらね、あの人も。うん。だからビエノワズは、まあ、ビエンのものみたいな。じゃあ楽しみということで。楽しみ。じゃあ。またね。バイバーイ。バイバーイ。